豪華メンバーが揃う大阪杯 JRA 日本中央競馬会の担当者もウハウハの一言だろう。例年60億円ほどだった大阪杯の馬券売り上げが昨年は G1 レース昇格に合わせて153億円へ急増した。 G1 レースが増えることに難色を示す見方もあったが、馬券の売り上げから見ればファンの支持を得られたわけだから、この取り組みは大成功だったと言える。どんな企業でも売り上げを倍以上に増やすのは優しいことではない。商品の改良、仕入れや製作過程の調整などすべきことは多い。しかし、競馬ではレースの格付けが一つ上がるだけで売り上げが倍以上にもなるのだ。当然、レースの賞金と広告宣伝費は増えたと考えられるが、それを加味しても十分な効果だったのは間違いあるまい。JRA における G1 レースの馬券売上は破格だ。昨年の売上で見ると、トップは年末に行われる国民的イベントでもある有馬記念で約442億円、2位の日本だ。B は約250億円、最も低い高松宮記念でも約111億円と、すべてが100億円超という優良商品。年間100億円規模の売上を誇る企業といえば、メルカリ、うまい棒、でおなじみ。のヤオキン、異色ではあるが、プロ野球チームの横浜 DeNA ベイスターズなどがある。それに匹敵する売り上げを、1から3分で終了する一例。素で達成するのだから、とんでもないレベルだ。JRA では、夏に行われる札幌記念も G1 レースへの昇格を目指しており、決定すれば夏競馬初、北海道。初の G1 レースの誕生となるため、大いに盛り上がることは間違いなく、さらに売り上げを増やすだろう。また、大阪杯も、今年はさらに売り上げが増えそうな気配がある。昨年は北サンブラックを筆頭に G1 レース優勝馬は4頭で、出走頭数も14頭でしかなかった。しかし、今年は里のダイヤモンド、シュバルグラン、ゴールドアクター、ワールアイン、ペルシアンナイトと5頭の G1 馬に加え、スワーブリチャード、インブライト、ダンビュライト、トリオンフといった前走で重賞を勝利した上がり馬が出走し、全体の出走頭数も昨年を上回るものになりそうだからだ。こんな盛り上がるレースに参加しない手はないだろう。関西圏に住んでいれば現地の阪神競馬場へ行って盛り上がり、その他の地域でも中山競馬場や中京競馬場をはじめとして、全国の競馬場でも雰囲気を楽しむことができるし、もちろん馬券も購入できる。ちなみに、大阪杯の表彰式に登場するプレゼンターは吉本のお笑いタレント、狭間寛平と和牛。当日は彼らの予想トークショーや、和牛とミサイルマンによる爆笑ステージもあり、お笑い好きにも楽しめるイベントが盛りだくさん。競馬場の入場料200円、15歳未満は無料、を払うだけでこれらのイベントが無料で見られるのも、競馬がレジャースポットとして注目されている理由と言っていいだろう。もちろん、楽しむだけでなく、やはり大阪杯のような大一番は馬券を的中させて盛り上がりたいところ。そこで、昨年末から今年にかけ7レース連続で G1 で、巣を的中させている、神予想、を紹介しよう。それは、競馬の神様、と呼ばれた小大川慶次郎氏が設立。今年で創業36年を迎えるホースメン会議だ。このホースメン会議はコンビニや駅の売店で見かけるスポーツ誌や